イエローモンキーには超散歩し、はい、どうもかしけんです。イエローモンキーっていうのは差別用語だから良くなかったですね。そこは申し訳ない。ただ俺自身も日本人だからその辺は許してほしい。海外ではね、日本人に対する差別用語でね、イエローモンキー、黄色猿っていうのがあるけれども、今回はまさにね、猿だなと俺思ったはい、10月1日にね、増税が決行されました。で、軽減税率ということで、基本は 10%、 一部商品 8% と、なったわけだけれども、愚策中の愚策ですわ。だって 8%、10% ってさ、品物によって、税率変えるっていうのはさ、なんて言うんだろうね、手間を増やすことでしかない、それは当然さ、店のね、店員さんとかもそうだし、俺ら消費者だってさ、これは 8% でこれは 10% かなみたいなこと、いちいち考えなきゃいけないじゃん、で、しかもさ、その基準っていうのも曖昧でさ、それ生活必需品なのみたいな、例えば新聞とかもさ、軽減税率の対象になってたり、逆にさ、それ絶対必要だろみたいな、水道水とかさ、生きるのに必要なものがなぜか 10% になってたりとかさ、基準がごちゃごちゃで分かりづらいし、俺もそんなのさ、把握してないというか、把握する気にもならないくらいバカバカしいと。もういちいち気にしないで、俺買っちまうわって感じでね、買い物をしているわけだけど、今日の話はそれではなくて、キャッシュレス還元ってあるじゃないですか。スイカとかさ、クレジットカードとか、デビットカードも対象なんかな、よくわかんないけど、とにかくキャッシュレスでさ、あとそうだ、QR 決済とかもそうだな、キャッシュレスで買い物するとさ、一部の店舗でこうキャッシュバックされる、その場で値引きされる場合もあれば、後でポイント還元っていう形で、何パーセントかが戻ってくるっていうやつあるじゃん。で、それ使えばね、実は今までよりも安く買えたりするわけだよ。今まではさ、8% でさ、全部 8% で軽減税率なんてものないし、キャッシュレス還元なんてのも当然ないから、もう何を買っても全部 8% だったけど、今ってさ、食品なんかは8% で買えたりするじゃない。イートインとかで食べると 10% になったりするけど、その 8% に加えてキャッシュレス還元っていうのもあるから、それって結局今まで 8% での税金で買うよりも安く上がったりするわけだよ。だって購入時はね 8% だけど、その後キャッシュバックでさ 2% とか 3% とかつくわけじゃん。だ、そう考えると、実質的には消費税、5-6% くらいで済むということで、キャッシュレスでよかった、キャッシュレスの時代だとかってさ、クレカ使ったりさ、LINE ペイだのさ、ファミペイとか、セブンペイはもうなくなったけど、そういったキャッシュレスのさ、決済をする人増えてんじゃん。俺言わせてくれ、バカじゃねえ言わせてくれ、そもそもさ、キャッシュレスのさ、還元の対象になっている店舗ってじゃあどこでしょかった、噛んじゃった、失礼、噛みまみた、どこですかっつうと、要は小規模な小売店の一部なんですよ。だとそれ、中小企業、中小店舗とかさ、コンビニとかが対象になってるわけ。でもスーパーとか薬局とか、大手のさ、大きい、店とか安売りしてる企業の店なんてのは、キャッシュレスには、キャッシュレス還元には対応してないわけよ。で、考えてほしい、コンビニとかさ、中小店舗ってさ、俺鼻から高いじゃんと思うわけよ。だってさ、例えばこのジュース1本にしたってさ、コンビニで買うとね、今160円以上しますよ。でもスーパーとかで買えばさ、こんな70円とか80円でさ、1本買えちゃうわけじゃん。で、もちろんね、コンビニだけに
絞って考えたら、その今までの 8% に比べれば、まあキャッシュバックがあるから安く買えるかもしれない。でもさ、それで安くなったって喜ぶくらいだったらさ、じゃあなんで最初からスーパーとか薬局で買わないのって話になりません？しかもね、これ喜べるのは今のうちなんだ。で、あのさっき超三星っていう、まあ、こと言ったけど、結局さ、キャッシュレス還元って期間限定なんだよね。だからもう来年、再来年、もう時間が経てばそれなくなってっちゃうわけ。はい、あれ半年くらいだったかな、ちょっといつまでか忘れちゃったけど、まあ、来年はもう、全部さ、もう嫌おうなしに 8% 10% で買わなきゃいけないわけですよ。だからその目先のさ、目先のキャッシュレス還元に喜んで、なんかそのね、なんか QR 決済導入したりとかさ、なんか慌ててクレカ作る人とかいるじゃん。いやね、もう鼻で笑っちゃうわ。うめえ。それでさ、軽減税率と、まあ、その消費税 10% を受け入れるっていうのはさ、何なんだろうね。俺はそもそもね、消費税ってなんかマイナスしかないと思ってる。そもそもさ、消費税って今回ね、こう引き上げられた、その引き上げられたわけだけど、それで、まあそれで収入が増えた分っていうのは、まあ要はあの福祉に使ったりとかさ、まあそういうところに、まあ使いますよって言ってるわけじゃん。でもまあネットではこう、もう散々出回ってる通り、法人税の穴埋めにしかなってないんだよ、結局ね。まあもちろんそれね、その何兆円っていうのがそのまんまね、もしかしたら、そっくりそのまま言ってるかもしれないよ。けれどもそれ以上に法人税の、収入というのが減ってるわけですよ。まあその原因っていろいろあって、まあ価格競争力です。まあ海外がさ、こうどんどん日本に来たから、もう日本市場がそんなに美味しくなくなってしまったんで、海外に逃げてしまったっていう場合もあれば、いや日本の法人税高いわっつって海外に逃げていくパターンがある。で、まあ法人税率を下げることによって、それってある程度、ある程度はね、こう食い止めることはできる。けれども結局法人税を下げてしまうと、まあ人件費とかさ、経費、まあ人件費とか設備投資に対して、まあ投資をするインセンティブっていうのがなくなっちゃって、結局景気っていうのは悪くなってっちゃうわけよ。だから結局、まあ法人税は下げるべきじゃないし、で当然消費税っていうのは、あの支出に対するインセンティブっていうのが消費者のね中でなくなってしまうから、もうやめるべき。さっきもね、フードコート行ったけど全然人いなかったわ、昼間なのに。だから、まあ、今回の消費税の増税っていうのは、まあ多分失敗だろうなと俺はもう肌感覚で思っているわけだけど、かといってね、あの法人税を上げても積むんだよ。っていうのも、法人税上げちゃうと結局あの日本の法人税高いわっつって海外に逃げてっちゃう層が増えてしまうから、海外に逃げてしまうね、企業が増えてしまうから、もうどの道日本積んでるわけよ。だったらさ、どの道積んでんだったらさ、あの支出に対するインセンティブ増やして、まあその税率はさ、まあ変えなくていいから、その法人税の税率は変えなくていいから、まあ消費税をさ、まあ、5% とかに減らしてさ、それで消費を増やしてあげた方が、まあ最終的に法人税の税収っていうのは増えるんじゃないのって思うんですけどね。どうでしょうかね。あ、そう、あのね、消費税を廃止しろ廃止しろって言ってる人いるけど、俺はその、即座に廃止すべきじゃないと思ってる。それなんでかって言うとさ、例えば、まあ、今 10% になったんですよね。それいきなり 0% にすると、その、消費税が下がったことによる経済活動の活性化っていうのは1回しか起こんないわけ。でも例えばね、段階を踏むと、
例えば 10% を 7% にして 7% を 5% にして 5% を 3% にして 3% を 0% にしてっていうと、もう4回も5回もその消費税が下がったっつって、もうみんな買い物を、ね、たくさんするようになる、まあ、そういう支出に対するインセンティブが増えるからさ、そういった恩恵を受ける回数を増やすっていう意味では、俺は消費税っていうのは今すぐなくすべきじゃないと思ってるけれども、まあやっぱり消費税っていうのはさ、消費者のさ、消費者の消費しようっていう、意欲をさ一気に失わせるものでし、しかもぶっちゃけ税収だって大したことないわけですよね。法人税に比べれば全然少ないよ。だからさ、こう消費を増やして、法人税の、ね、全体的な収入を増やしていった方がいいんじゃないかなっていうか、まあ、増税して成功している国なんて一つもないからね。あともう一つだけちょっと言わせてほしい。今回のね、消費増税でさ、安倍政権がっていう人たちいっぱいいるじゃないですか。バカじゃね。だってもともとね消費税 10% にしようって言ったのは安倍首相じゃないんですよ。じゃ誰が言ったかって言うとさ、旧民主党政権の野田政権ですよ。野田政権がもう海外にね、公約としてもう 10% にしますと公言してしまったがために、結局それ自民党の政権になってもそれ引き返せなくなっちゃったわけですよ。でまあその苦肉の策としてね、間に 8% を挟んだりとか、まあ、今回の軽減税率でさ、こう消費者の負担を少しでも減らそうみたいなことを、まあ今の、自民公明連立政権はやってきた。だから俺別に自民党も公明党も支持してないけど、そこはちょっと擁護したいなと思った部分なんで、ちょっと言わせていただきたかった。ただね、俺軽減税率はバカだと俺は思う。それをね、主導した公明党頭悪いわ。結局なんかそのね、我々は国民の味方ですってさ、消費者の味方ですって、ね、消費者の生活に必要なものに関してはちょっと税率を抑えることで、我々は国民寄りの考えを持った政権なんですよみたいなことをアピールして票集めをしたいのかもしれないけどさ、結局それ手間増やしてるだけだし、なんなら俺もう全部 10% でいいと思ってる、くらい多分多くの人が軽減税率バカじゃねって思ってるはず。まあ軽減税率も多分ね、そのうちなくなんじゃないかなと思ってる。いちいちさ、こんなね、計算してやってらんねやみたいな声が高まってけば、じゃあ全部 10% でいいよねみたいなことになっちゃうと俺は思ってるからね。ということで、まあ日本のお先真っ暗ですねと。頭いい人は早く海外に逃げてった方がいいと思います。俺頭良くはないからね、まあ英語もぶっちゃけそんな話せないしね。ってことで知った。いやー、 8% で買った飲み物うめえ。バイバーイ。